こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきます。メルマガ登録を募集してます。説明欄のところにリンクありますので、そちらからご登録いただければと思います。あとアマゾン楽天のリンクあります。年末お買い物される際、一回踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に、紹介料がありますので、ご協力ご支援の代わりに、賜れば幸いかと思います。お願いします。今日は、新聞記事、読み上げて紹介したいと思います。まあ、これどこの新聞記事も載ってたんですけども、ネット上では読みやすいの、産経無料で読めるとか多いんで、産経ニュースから、まあ、リンクは、説明欄のところに貼っときます。中高生の読解力ピンチ、文法わからず中学生 43% が誤答、国立情報学研究所調査。主語述語の関係といった係り受けなど文章の基本的な構造を理解できていない中高生が多く見られることが、国立情報学研究所新井紀子教授らの研究チームによる調査で分かった。新井教授は読解力が不十分だと社会生活を送る上でも大きな影響が出ると懸念しているということです。かかり受け、主語と述語の関係がわからない中高生が結構いるってことですね。これは大人もやった方がいいと思うんですけどね。もうツイッター見てれば上がりますけどね。まあ、基本的に文章読めない人っていうのはツイッター上にたくさんいて、びっくりしますけども、もうこんなのね、子供だけ責めたってしょうがないんで、大人もね、まあ大人はもう手遅れですけど、まあ子供はね、まだね、なんとかね、なんとかなるんですかね、ならないかもしれないですけど、私よくわかんないんですけども。続きです。調査は平成28年4月から29年7月、中高生を中心とした2万5000人を対象に実施。中高生の教科書や辞典、新聞記事など、に掲載された文章を題材に基礎的な文法を踏まえれば答えられるようにした問題を出した。例えば中学の教科書から引用した、幕府は1639年ポルトガル人を追放し大名には沿岸の警備を命じたの一文と、1639年ポルトガル人は追放され幕府は大名から沿岸の警備を命じられたの一文が同じ意味かどうか尋ね当たったところ、同じと誤答した中学生は約 40% を占め、高校生でも 28% が間違えたということです。まあ幕府は1639年ポルトガル人を追放し大名には沿岸の警備を命じた、これは幕府はが主語になってるんですね。で、幕府が大名に沿岸の警備を命じたっていうのを、幕府は大名から沿岸の警備を命じられたと。まあ、受け身の文にして、主語と述語の関係、変えたわけですね。そしたら同じ文かどうか分かんなくなっちゃったってことですね。まあ、ただこの文章がね、ちょっと難しいような気がしますけどね。幕府って江戸幕府がね、ポルトガル人がキリシタン禁止令出したって話ですよね。で、この沿岸ってどこなんだとかね、まあそういう問題がいろいろありますよね。なんかちょっと読みづらい文章だっていうのは思いますけど、で、中学生 43% が間違えたと、高校生でも 28% 間違えたということです。で、続きです。他の教科書から引用した、仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北、アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアに主に広がっているを読み、オセアニアに広がっている宗教、キリスト教と答えられなかった中学生は 38%、高校生は 28% だった。まあ、これもね、世界地図が頭に入ってんならいいんですよね。仏教は東南アジアとか東アジアってどこら辺だってわかると。キリスト教、ヨーロッパ、南北、アメリカ、オセアニア、これが想像できると。イスラム教は北アフリカ、西アジア、西アジアってどこなんだってね、ことですよね。中央アジア、東南アジアに主に広がってると。
これがイメージできれば答えられますけど、できなきゃ分かんないってことですね。だからこれ世界地図が頭に入ってるかどうかでも変わってくんですけどね。こんな文章読まなくても答えられる人いると思うんですね。で、中学生は 38% 答えられず、高校生は 28% 答えられなかったということです。調査では、中高生に1ヶ月に読んだ本の数や、スマートフォンの利用時間、1日の勉強時間などの生活状況も尋ねたが、読解力と、との明らかな相関関係は見られなかった。一方、経済的に困難な家庭に学用品など補助する就学援助を受けている子どもの割合が多い学校の正答率が相対的に低いことも分かった。荒井教授は近年、人工知能 AI の情報処理能力が大きく進歩していることに触れ、将来仕事を奪われないようにするためにも子どもたちの読解力の底上げにつながる支援が必要だと話しているということです。まあ、スマートフォンの利用時間とか読んだ本にはあんまり関係ないらしいと、読解力との関係は。まあ、抽象的なことを理解する読解力に関して言えばですよ、読んだ本は、これは確実に関係してきますよ。だけども、まあ、この程度の話だと、まあ、基礎学力っていうか、まあ、なんていうか、もの知ってるか知らないかの問題ですよね。で、そうなると、経済的に困難な家庭は、まあなんか学用品がないってことですね。本がないとか、なんかね、まあ、子供の頃からなんか子供チャレンジだとかね、なんとか学研の科学だなんとかだとかね、学習だとかね、あいつ取って読んでる子だったら、もうなんか自分で読むから、もうなんかいろいろ知ってるわけですよ。なんか漫画、日本の歴史とかね、ああいうの、もう好きで読んでると。私も読んでましたけども。なんか児童書が家にいっぱいあってですよ。もうなんかこまめに読んでると。暇な時間にそういうもん、自分でなんか暇つぶしに読んでるって子供は、まあ物知ってますからね、やっぱりね。全然、わかるってことですよ。でもよく考えればね、今なんか別にブックオフ行けば100円ぐらいで売ってるわけですね、児童書もね。漫画、日本の歴史とかね、あんなね、多分ね。買ってきて子供に読ませりゃいいと思うんですけど、まあそういうのやってる親とやってない親がいると、まあ図書館から借りてきたっていいと思いますけども、でもやっぱり家庭環境ですよね。親が本を読まないと、親がもう全然、何ですか、もう、そういうことに興味ないっていうふうになれば、子供も自然、まあいい、まあ家庭だけの影響を受けてるわけじゃないかもしれないですけども、まあ、興味持たないわけですよね。親がやっぱプロ野球が好きなら子供もプロ野球好きになるし、親がサッカー好きなら子供がサッカー好きになるっていうのと一緒でね、親がね、なんか林先生の授業を毎日熱心に見てるようですよ。まあ子供も見るでしょうね。まあ、親の影響っていうのは大きいということですね。で、まあ、物知ってるか知らないかで、まあ、読解力に差がつくっていうのも、まあ、基本的な知識は元からあるかどうか問題っていうのもありますから、それもやっぱり何ていうか生育環境っていうかね、そういうのは左右されるということですね。まあこれね、私は子供だけに調査するんじゃなくて大人にも調査した方がいいと思うんですよ。でも結局池上彰さんのあのニュースの解説番組とか林先生のなんか、ああいう番組、もうほぼ毎日やってますよね。あれ、やり始めたってことは相当、学力、大人ももの知らないんですよ、今、多分。それは思いますよ。もうこの20年ぐらい。とんでもない、本読まない大人が大量に30代、40代、50代ぐらいにいるわけですよ。ファミコン第一世代みたいな感じですけども。まあ、漫画とアニメで育っちゃったみたいなね。大人がいて、この人たちが学び直しとしてテレビで林先生のとかね、結構高齢の人だって見てると思いますよ。60代、70代とかでもね、多分ね。で、ああ、なるほど、そういうことだったんだ。知ってるつもりだったっていうかね、なんとなく知ってるふりしてたけど、細かく見たらそうなんだって、感心しながら見てるわけですね。で、その状況があるというのは、ある。同じ問題、大人にやらしてみて、どんぐらい答えられるか、高校生とそんな変わりないと思いますよ。
ということですね。だからまあ2、3割ぐらいの人はそんな文章の書かりゆけなんてよく分かってないってことですよ。まあそういう世界に生きてるってことですね。まあそういう実態があるってことですね。でそれについてどうだっていう、それでも幸せに生きていけんならまあそれはいいかもしれないし、それがまあどうなんですかね。これはどうやったって3割ぐらいそういうふうになるっていう状況なのかもしれないし、まあ、教育すればその3割を2割に減らせるのかもしれないし、まあ私は分かんないですけども、まあ私はね読書会っていうのをやってるから、まあなんていうかね、まあ本読んだ方がいいし、もうちょっとあまりにものを知らないで語ってませんかとは思いますけどね。私ツイッターとかでもっともらしい意見言ってる大人見るとやっぱり殺意は芽生えますけどね。教育問題に語ってるくせに自分の読解力が棚に上げてるっていうケースが、支離滅裂な文章を書きながら日本の社会を憂いてる人がいると、それを見た時に、いやこんなもん中学生だって書けんだろうって思いますよ。中高生ぐらいの考え方は大人になって書いてると、それも社会出て働いてですよ。社会がどういう枠組み で法律とかね、その経済の動きでお金の動きでできてるか知らないでなんか言ってる人、まあよく見ますけども、まあなんだろうなって思いますけどね。でそういう大人が一定数いるんだと思って、まあ絶望的な気分にはなりますけども絶望的な気分にはなりますけど、そんな大人と別に関わり合い持たないから、まあどうでもいいって、でもそういう人がいるんだと思って、なんか正しいことを正しく表現すれば正しい世の中になるっていう、その思ってる善意の人がね、単なる偽善者でしかないんですけど、そういう人がたくさんいるんだと思ってね、そっちの方が絶望的な気分に私はなるんですけどね。なんで絶望的な気分なんだろう、なんかね嫌だなと思いますねまたこういうこと言うと問題なのかもしれないけど、偽善者が嫌いなんですね。正しいと思ってるんですよ、なんとなくふわふわして自分で抽象的に考えもせずですよ、なんとなく自分の感情だけでいい悪い決めてるっていうケースが多いわけですね。でそれに対して、いや本当によく考えてみてくださいとか、いいとか悪いとか、あなたが言ってることは正しいんですかって言って、まあ問い詰めればですよ、やっぱ答えのも出ない問題ってたくさんありますからね。それは自分の感情だけでね、なんか言うと、その自分の感情で表現してるものがなんかね、主語とか述語の関係が実は曖昧だったりするわけですよね。まあ、ルソーが言った言葉でね、なんかちゃんとした人っていうのは必ず最後に自分の署名を書くっていう書いてありましたよ、文章にね。私それやってないですけども、まあでも匿名で文章書いてるわけではないんですけども、まあ、フルネームでね書いた方がいいんでしょうけども、まああのツイッターでねなんか適当なアイコン作ってなんか書いてるってこと自体がですよ、もうなんかもう表現してる、もう根性としてはもうダメだってことですよね。主語とか述語以前の問題だと、なんかまあめちゃめちゃなね、なんか子供時代のあだ名みたいなのをねアカウント名につけてなんか物言ってるってこと自体が恥ずかしいっていう自覚がないんだとしたら、ね、身近な知り合いが見て、家族が見て恥ずかしいと思われるようなまあことしか書いてないとしたら、まあそんな表現に何の意味があるんだってねことになっちゃうとは思いますけど、またなんか辛口で言って俺のこと言ってんのかって思われてもね困るんですけどね。一般的な話ですからね、別にあなたのことなんか話しないですからってね言わなきゃいけないですけどね。なんかねたまにこうやって話すとね、私のこと言ってんですかってね思われる時があるんですけどね、そうじゃないですから、ということです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。